聖書の中には香りの良い植物や香辛料から作る油を特定のものや人に注ぐという儀式があります。これを油注ぎと言います。この儀式の意味はエデンの園に由来します。エデンの園で神は乾いた地を水で潤し、人間を作り、その人間をご自身の霊で満たしました。これが最初の油注ぎなのです。油はそれを象徴する液体です。命の水と神の霊が一体になったものであり、人や場所を天と地をつなぐ架け橋として示すために用いられます。ヤコブは荒野に逃げた時、夢を見ました。天に届く階段を見たのです。夢から覚めたヤコブは自分が枕にした石に油を注ぎ、その場所を神の家と呼びました。天と地が重なり合う場所です。イスラエル人は荒野に幕屋を張り、それが完成するとそこに油を注ぎ、そこを天にいる神が地上に降りてくる場所だと示したのです。イスラエルの祭司たちや王たちは指導者として区別され、天の神の知恵を表すものになるために油を注がれましたが、彼らは神の知恵を拒絶し、暴力をもって民を導き、滅びと補修へと至らせたのです。しかし彼らの失敗が究極の油注がれた方が来るという希望を生み出しました。その方は油だけでなく水と霊も注がれ、天への架け橋であるだけでなく、天そのものがその方を通して来るのです。それがイエス・キリストです。キリストとは名前ではなく称号で、その意味は油注がれたものです。新しい人間であり、究極の祭司、宇宙の王であり、私たちの世界に来られた神ご自身の命なのです。しかしその方法は驚くべきものでした。イエスは死からよみがえられた後、ご自身の油注ぎを信徒たちを通して世界に広めていきました。キリストの名を取ってクリスチャンと呼ばれる信徒たちは、油注がれた方に従っていく油注がれた者たちであり、この世界がますます天の命で満たされていくように、神の霊によって印をつけられた人々なのです。